どうも、セリカスイミングのセリカです。本日の動画はこの前撮影レッスンで撮影した方の映像をもとに、今回はクロールの手の書き方のコツについて詳しくご紹介していきます。9月のレッスン、あなたの泳ぎ撮影しますとプライベートレッスン開催いたします。半プライベートレッスンももう間近に迫っているので、ぜひ興味のある方は概要欄からチェックをしてみてください。では早速この方の映像を本日は見ていきます。まあもう全体的にこの方は綺麗にできてます。フォームも綺麗ですし、姿勢も安定してるし、軸のブレも特にないですね。なんですけど、まあ一点だけちょっと気になる点があります。なんとなくの感覚で皆さんもちょっと判断できるんじゃないかなと思います。特に陸から見たら分かりやすいかな。解説自体は水中でやっていくんですけど、陸から見ると分かりやすいですね。ということで、本日この方の、私がねちょっとずっとこの方見てるんですけど、気になる点はいまいち手の書きが甘い、良くないですよね。なんとなくまあ陸から見た方が分かりやすいんですけど、進みが遅いんですよ。なんか頑張ってる割にはそんなに進んでないっていう感じがものすごくあって、でも姿勢も整ってる、手の書きとか軌道は整ってる、キックも悪くないってなると、もうあと残りは手の書き方、手の使い方しかないです。でこの方の手の形ちょっとよく見てほしいんですけど、すごい手反らせてるの分かりますかね。まあ、目いっぱい力が入ってるんじゃないかなって感じはあるんですけど、こう人間の手って力入ると指先にかけてこう反った状態になるんですね。でそうするともう水がそこからどんどん逃げていくので、なかなか水がつかめない。では一方、私の手の形を見ていきます。まあ、手が反ってるっていうことは、まあ、その分水がかけないっていうのももちろんそうなんですけど、ちょっと余計な力が入りすぎてるっていうのもあります。では私の手を見てみると、まあ、まっすぐではあるけど、ちょっとだけこう湾曲っていうか曲がってるのが分かりますかね。なんとなくの角度なんですけど、そんなえぐいぐらいこう丸めてるわけではないんですけど、まあ、指先反った状態ではない。ここが結構ミソですね。はい、ではもうちょっと詳しく見ていきます。基本的な練習としてはこういったスカーリングをやっていけばいいかなと思うんですけど、まあ別に手の形だけこう意識してやクロール泳いでみたら全然普段よりかけたっていうのであれば、別にスカーリングは特にやる必要ないかなと思いますが、まあ手の形をある程度こうキープするっていうのも水泳独特なものではあるので、まあ、ちゃんとスカーリングからやった方がいいんじゃないかなとは思います。でスカーリングやる時もちょっと指先丸める感じですね。これがね意外と意識できないんですよね。まあ、指先を丸めるのも多少は力いります。で水圧にどうしても負けてくると、だんだん手首もこう反ってしまったり、手のひらの形も崩れてしまったりするので、水圧に負けない程度の手の形のキープする力は必要になります。でもしスカーリング最初からちょっと難しいなっていう方は、こんな感じで片手ずつその場でやる。で今水面に渦巻きできてるのが見えますかね。これができればスカーリングでもしっかりと進めるようになります。まずはここからやるのをおすすめします。まあ、これを成功させるのってちょっと環境的に静かなプールじゃないとなかなか難しいんですけど、あんまりこう波の立ったプールでやらないようにしてください。
まあ、ギリお風呂でもできるかなぐらいですね。ちょっと広めのお風呂の方がやりやすいです。でこの時もちょっと手丸めた状態で、であと一つやっていただきたいのは親指を離すっていうところですね。あとの4本の指はなんとなくくっつけるぐらいでいいです。あんまり力を入れすぎるとそれも逆に水逃してしまう。でちょっと言葉でね加減を表現するのは難しいんですけど、まあ本当に絶妙なラインなんですよね。水が重く感じることができればしっかりとできてる証拠です。とにかく重さを意識してやってみてください。ではもっと詳しい練習法をご紹介していきます。ある程度スカーリングに慣れてきたら今度はパドル、ぜひできる方はやってみてください。私のレッスンだったら確実にパドルは使える環境をご用意しますので、まあ、身近にそういう環境がない方はぜひレッスン参加してみてください。でパドルは、まあ、こうやってプラスチックの板を手にくっつけてやっていくんですけど、まあ、水の重さはとにかく重く感じます。でこの時はパドルつけてたらもちろん重いんですけど、外した後も実際のこのパドルつけてる時の重さを同じぐらい感じながら手をかけるとよりいいストロークにすることができます。そしてもう一つの練習法は、これはパドルとか道具使わないので誰でもできると思います。片手クロールですね。結構難しいんですよ片手クロールって。動き的にはそんなに難しいことは言ってないんですけど、使わない方の手はまっすぐ伸ばして、で使う方の手だけひたすら片手で回していくんですけど、めちゃくちゃ進みが悪いです。私でも悪い、まあ、理由は片手だからなんですけど、まあ、そんな片手でも進みの悪くてもできるだけ進みを良くさせるために手の水の重さっていうのをとにかく感じながら片手クロールやってみてください。結構地味だけどいい練習だと思います。これ両手やって左右差なくすようにやってみてください。ということで以上が今回は手のかきでしたね。まあ、ちょっとすごく地味なことをお話ししましたが、重要なことなのでぜひ皆さんもやってみてください。ありがとうございました。